今週のゲストインタビューコーナーに入っていきたいと思います。本日はですね、ワンピースのキャラクターを活用した先生応援ツールを発表されたあのアローズ浅谷代表にお越しいただきました。今回この先生応援プロジェクトとして2つあの実施をされたということで、1つ目がこの完全オリジナルで作った褒め言葉スタンプですね、全29種類、これが限定1万セット6日でもう終わってしまったと、一瞬で、はい、埋まってしまいました。だから営業日ベースで言うと2日ですね。この褒め言葉スタンプって29種類こうセットで入ってるんですよね、ボックスに。そうです、リアルなハンコですよね。リアルスタンプですね。なんであの宿題とか生徒の何かに押してあげると、まあ、子供が嬉しくなるってやる気が出るっていうようなスタンプになってます。面白いですね。ルフィのこうさすがだなとか、うん、そういういろんなキャラクターの名台詞、うんうん、これそうですね。今回のためだけに書き下ろしたんですか？はい、いえ、ワンピースの場合はそもそもまず素材がまあすごくたくさんありますし、あの、はい、ワンピース自体がもともと勇気を与えるみたいなあの要素がすごく強いので、今までにあったもう書き下ろされた素材を、うん、あの一部選ばせていただいて、はい、そこから作ったって形ですね。豪華ですよね。この中にはい、さらに、このスタンプをどうやって使えばいいのかっていう先生向けのガイドブックと、はい、あとは、ワンピースの1巻の、途中までスペシャルブックみたいなのが入っています、はい、それ、うん、なんか例えばこういう場面でこのスタンプを押すと効果的とか、そういうのがガイドブックに書いてあるんですか？そうです、そうです、はい、うん、あとはまあこのスタンプを使うとこういう効果が見込めますよみたいなのが先生向け書かれているので、まあ、先生としてはまあ有効に使えるというか、こういう風に使ってくださいねっていう、うん、まあ、ガイドブックですね。29種類ごとにそれ作ったの大変だったんじゃないですか？まあ、ただ元々のやっぱりワンピースのコンテンツがあるっていうのもあって、うん、あのそこに我々のメッセージとか、うん、まあ、集英社と我々のメッセージを載せていったっていう形だったので、うん、まあ、あのすごい楽しいプロジェクトですね。じゃあもう2つ目のツールとして、今回キャラクター入りの学習用素材いいですね。これはオンライン上でダウンロードできるデジタル素材ってことですよね、うんうん、そうですね、はい、なんでまあ学級通信とかもそうですし、宿題とか何かしら先生が発行する授業のスライドでもいいんですけど、はい、あの先生がとにかく自由に使えるっていうものになってます。すごい数、これも100種類以上の素材があるんですよね。そうです、そうですね、はい、なんでいろんなシーンで使えるように、先生たちにまあヒアリングをして、はい、どういうシーンで今こういうフリー素材が足りていないのかとか、まあ、どういうところに課題があるのかっていうのを伺って、それをもとにいろんなシーンを設定して、素材を、作っていきました。面白いですね。こう学級通信出されてる先生とかはそこにワンピースのキャラクター載せたり、うん、テンプレート載せたりしてようになるんですね。こういうのでやっぱり子供がちょっと頑張ってみようとか思ったりとかするので、うんうん、すごい楽しんでもらえるかなと思ってます。いいですね。先生もしかしたらこれまでも非公式では活用してたかもしれないですけど、公式に活用できて、あの画像のいいものも使えていい機会ですよね、今回が、はい、先生応援プロジェクトをリリース出されてるんですけども、うんうん、この先生世の中学×ワンピースっていうコラボレーションだと思うんです、うんうんうん、このとずっとこうやられていて、この先生世の中学っていうところをぜひですね、うん、ご紹介いただけないかなと思うんですが、よろしいでしょうか？まあ、先生世の中学はあの、まあ、いろんな企業の知見を詰め込んだ教材を先生にお届けするっていうサービスになっています。で、課題感としては先生たちって今かなり忙しいっていうのがまあ課題になっているのと、はい、あとその教える内容についてもまあいろいろ多岐にわたっているという中で、まあ、一つ一つの授業に先生がまあ十分に時間を使うのはなかなか難しい状況があります。で、一方で今まあ大企業、いわゆるその若い子たちに自社の魅力だったりとか製品の魅力を知ってほしいという企業さんの課題感としては、やっぱりテレビを見る子たちがすごく減ってきているので、まあ、テレビとは違うチャンネルであの子どもたちに、何か自分たちの魅力を伝えたいと。であれば、うん、先生たちの課題に寄り添って、企業の知見を詰め込んだ教材を届けると、はい、先生たちが、まあ、日本全国で授業だったりとか、うん、何かしら取り組みをしてくれるというサービスになっています。で、これはもともとやっていた、はい、まあ、先生ノートという国内最大の先生向けのプラットフォームを起点にして、はい、その会員の先生たちにお知らせをするっていうところから始まりまして、はい、まあ、すごくたくさん申し込みいただいているという形です。なるほど、まあ、すでに先生ノートで全国の先生のプラットフォームというかコミュニティがある状態で、まあ、その先生に向けてお知らせができるっていう
感じですよね、このコンテンツ。そうですね、まあ、なので強みとしては、まあ、一つはまずそのこういう先生向けのプラットフォームを持っているので、まあ、先生たちのその課題、はい、今何に困ってるのかっていうのをリアルタイムで把握できるっていうのが一つ、うん、で、まあ、その先生たちの困ってることに寄り添って、まあ、何かしら教材だったりを作って届けると、まあ、先生たちの課題も解決されるという形で、うん、まあ、そうですね、その2点がやっぱ先生の強みかなと思っています。ちょうど文科省の新学習指導要領の中にも、あの社会に開かれた教育っていうのが一つテーマになっていると思うので、うん、やっぱりこう学校の中だけの教育とか先生が教えられる範囲の教育だけじゃなくて、うん、もっと違う、うん、あの人たちの目線とか民間企業のものを使って生徒たちに学びの機会を提供できるっていうのは、うん、すごいいいこと、取り組みですよね、うん、そうですね、結構毎回、大塚製薬さんと一緒に、うん、あの熱中症対策 の, あの授業だったりとか、いろんなプロジェクト、あと Google と一緒にネットリテラシーの授業とか、いろんなのプロジェクトご一緒させていただいてるんですけど、毎回申し込みが殺到してですね、はい、あの一瞬で、まあ、完売御礼といいますか、申し込み締め切りという形で、まあ、すごく学校現場から反響いただいてますし、まあ、それだけ学校現場から反響あるっていうこと自体も、はい、まあ、あの企業さんからもすごく好評いただいてますね、うん、これっていうのは教材っていうことなので、その企業の方が教えるわけではないんですか。そうですね、企業が持ってる知見を教材というパッケージにして先生にお届けするので、はい、企業の人は、学校に訪問する必要もないですし、うん、その教材を一緒に作っていただくという形ですね、うん、ただあの教材制作に関しては企画とか進行はもちろん我々の方でやるので、はい、まあ、例えば大塚製薬の熱中症とかであれば、そのポカリスエットを持っている今まで製品開発の中で出てきた、はい、まあ、どうやって水分補給していくのかだったりとか、どうやったら熱中症にならないのかっていう知見を教材に全部盛り込むっていう形ですね、まあ、そうすると、まあ、先生側からすると、まあ、熱中症の専門家ではないので、うん、熱中症について、まあ、研究をしている企業の知見が詰まっていることで、まあ、安心して授業ができるという形になります。結構先生も自分の経験と勘だけでこう生徒に接してしまう側面っていうのはあると思うので、そういった、うん、民間企業の専門の方が正しい知識を子どもたちに直接伝えられるっていうのはすごいいいですね。うん、そうですね。ちなみにこの世の中学っていうのはいつ頃から始められてるサービスですか。2017年から、テスト的に開始をしまして、一番最初に Google が、まあ、これをやろうということで、Google とご一緒させていただきました。で今もご一緒させていただいてるんですけど、そこから、まあ、いろんな企業さんがこういう取り組みを一緒にやりたいということに乗ってきていただいていて、今 Google、大塚製薬と集英社、あと、北陸電力とかですね、あとは、まあ、住信 SBI ネット銀行とか、本当にいろんな企業とご一緒させていただいている形ですね、うん、ありがとうございます。じゃあその世の中学で集英社さんとも前から取り組みをしていた中で、今回そのワンピースのコラボのプロジェクトが始まったという感じでしょうか、はいはい、ちょっと今回 の, その、まあ、集英社さんとこのワンピースの素材を使ったツールを作るっていうそのきっかけ、うんうん、とその背景を教えていただいてもよろしいでしょうか、うん、はい、もともと3年前くらいに私の方から持ち込みをしてまして、あ、そうなんですね、で、まあ、その学校の先生たちの課題を解決するために、まあ、集英社持っているコンテンツを使えないかということで、打診をしに行きまして、はい、まあ、その時はちょっとタイミングもあって、何かしようっていう話にはならなかったんですが、うん、1年前にその件でまた改めて連絡をいただきまして、そういえば2年前に聞いたあれなんだけど、ちょっと本格的に話せませんかっていうことで、話をしていく中で実現したプロジェクトになっています。なんで結構3年越しくらいので実現したプロジェクトではあるんですけど、うん、っていうものになってます。で、まあ、背景としてはやっぱりその先生たちが、まあ、今忙しかったりとか、まあ、全部自分でやらなきゃいけないっていう背景があるので、まあ、それを企業として応援できれば、まあ、先生もハッピーだし、うん、子どももハッピーだよねということで、うん、今回先生たちの、まあ、ニーズ調査を、まあ、定量定性両方しまして、はい、今回スタンプとあとフリー素材っていう結論に至ったという形ですね。佐々木さん、その3年前
に集英社に持ち込んだっていう時は、浅谷さん的にこうワンピースがすごい好きだったとか、このワンピース の, このメッセージ性が子どものこう教育のところにすごく合致するみたいな、そういった思いがあったんでしょうか。その時は特にワンピースには絞っていなかったんですけど、ジャンプのコンテンツと一緒に何かできないかっていう話でした。まあ、ただ、ワンピースについては僕もジャンプで一巻、第1話から読んでいて、僕自身が読者だったので、まあ、結構思い入れの強い作品ではありますね。なるほど。じゃあ、主演者の中のコンテンツで、まあ、子どもたちとの相性もいいので、何かやれないかってことで、で今回、そのワンピースで実現をしたっていう感じなんですね。そうですね。で、その時はですね、まだこの先生用の中枠というやつもなかったんですね、うん、生まれる直前だったと思うので、はい、そういう意味では、まあ、我々としてこういう、まあ、サービスとかこういう価値を提供すべきだっていうのを、まあ、言い続けた結果、まあ、どんどん当時思い描いた通りに物事が進んできてるなというふうな印象です。なるほどですね。素晴らしいです。ありがとうございます。じゃあちょっとそんな浅谷さんのですね、ぜひ今後実現したいこう教育イノベーションの話を聞けたらなと思うんですが、なんかどういうこう、教育のあり方を目指していらっしゃるのかっていうのをぜひお聞かせいただけますでしょうか。はい、そうですね、結構教育っていうと、まあ、主に学習コンテンツで、まあ、その子どもに対してこうすべきみたいな話は多いんですけど、やっぱりその子どもに何かをするためには、その子どもに何かをするため の, その環境がちゃんと整備されている必要があるなと思っていますと、はい、で学校の場合でいうと、まあ、その一番のキーパーソンがやっぱ先生で、先生たちがその持続的にその、子どもたちに、まあ、ちゃんと学びを提供できるようにするためには、まあ、こういった、教材の支援だったりとか、まあ、彼らの働くそのバックオフィスの環境だったりとか、はい、そういう環境整備が必要だと思っています。はい、なので、僕らの場合で言うと、とにかくその子どもの学びを、まあ、高めるためには、先生たちを徹底的に応援していくっていうところがポイントになっているので、まあ、それは、まあ、創業時からやってることは変わらないんですが、まあ、これからもちょっといろんな企業さんと組んでですね、テーマをどんどん増やしていきたいなと思っています。御社のビジョンはもう先生から教育を変えていくですもんね。そうですね、先生はすごく面白いというか、まあ、まず個々の先生がまあすごく情熱を持って教えてくれてる先生がたくさんいるっていう話はまあ一つと、あとは公務員が330万人いるんですけど、そのうち一番多いのが先生なんですよね。100万人で、100万人のその先生のもとに毎日1200万人の子どもが通い、でその先にプラス1200万世帯があるので、まあ、人口の4分の1くらいをカバレッジしたプラットフォームなんですよね、学校って。でその核になってるのは先生なんですよ。なるほど。なんでそういう意味でその先生を起点にして、まあ、物事を進めていくと、まあ、人口の4分の1くらいカバレッジの、まあ、世の中的にインパクトのある仕事ができるので、まあ、それは非常に興味深いなと思っていますし、まだまだできることあるなと思ってます。なるほどですね。確かに先生を起点としてこう学校外の、まあ、民間企業の方々のコンテンツも生徒のもとにこう届けられるような感じにしたり、まあ、でもこの羽振りなのは先生たちなんで、うん、そこそうなんですよね、必要があるんですよね。そうですね。ありがとうございます。じゃあですね、まあ、そんな中で、まあ、今回ご覧になっている皆さんですね、はい、まあ、ここ大企業のイノベーション担当の方、うん、ベンチャー企業も見てるんですけども、先ほどのこう社会に開かれた教育というか、世の中学とか、うん、連携もありますし、視聴者の皆様にぜひですね、うん、伝えしたいこととかあればぜひ最後にお願いできますか。うん、はい、学校現場の先生からはこういう課題があるっていう、まあ、課題をすごくたくさんいただいているので、はい、まあ、そういった課題を企業と一緒に解決していければと思っています。でそれは先生の課題を解決するだけではなくて、うん、企業側の今子どもたちに自社の、まあ、製品だったりとかサービスを認知してもらえなくなってきているだったりとか、うん、あとはもともと持っていたブランドが、ブランドのそのコアユーザーが、まあ、年齢が上がってきて、うん、ユーザーの若返りをしたいみたいなニーズとかもあったりとかすると思うので、うん、まあ、とにかく小中高生に対して、うん、自社のサービスと製品を伝えていきたいっていう要望があれば、ぜひ一度ご相談いただければなと思っています。
はい、ありがとうございます。うちの兄も、はい、神奈川県の公立小学校の教員なんで、ぜひフリー素材使ってください。はい、たまにあったんで、フリー素材学級通信、はい、はい、ぜひぜひで、そこに使うようにちゃんと共有しておきますはい、ぜひお願いします。はい、じゃあですね、今回、はい、ワンピースとのリリースを出されたアローズ浅谷代表でした。本日ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ここからはベンチャーリリース10本ノック、ニュース10です。過去モーニングピッチに登壇いただいたベンチャーの最近のリリースを10件ピックアップしご紹介させていただきます。本日はファイナンス3件、アライアンス4件、その他3件です。まず1件目です。エンターテイメントとファンをテクノロジーでつなぐザクーがソニーミュージックエンターテイメントなど合計5社より資金調達されました。累計調達額が 7.1 億円になったとのことです。ザクーさんはですね、2017年1月にですね VC 特集として D4V のジェニュインスタートアップス特集として平代表にご登壇いただきました。このサービス、一言で言うとファンとアイコンをつなぐファンコミュニティアプリです。このファニコンにはアーティスト、インフルエンサーなどエンターテイナーはもちろん、アニメコンテンツやテレビ番組企画、クラブチームなど1700以上の多種多様なコミュニティが形成されています。今年3月にはライブやイベントの中止を余儀なくされたエンターテインメント業界に向けたチケット制ライブ配信サービス、ファニストリームの提供も開始されています。平代表はソニー出身なんですが、今回資金調達したソニーミュージックエンターテインメントとの事業提携もさらに加速され、今回ファニコンのブランドリニューアルもされたので、新しいエンターテインメントの世界をより加速させていくことが期待されます。続いて2件目です。ロボティクスプラットフォームを提供するラピュタロボティクスがマーキュリアインベストメントおよび伊藤忠商事が共同で組成した不動産物流業界の変革に挑戦する企業の支援を目的としたマーキュリアビズテック投資事業有限責任組合から資金調達されました。ラピュタロボティクスさんは2015年11月にロボットドローンベンチャー特集としてアルドチェルワン COO にご登壇いただきました。このサービス、一言で言うとロボティクスに柔軟性と拡張性をもたらすロボティクスプラットフォームサービスです。当社はアインシュタインをはじめ数々の著名研究者を輩出しているチューリヒ工科大学からスピンオフした大学発ベンチャーで、日本企業でありながら多国籍チームで開発を行っています。現在主要ターゲットとしている分野は物流業界です。日本郵便らのオープンイノベーションプログラムで最優秀賞を受賞し、数々の実証を経て今年5月に物流倉庫用の共同型ピッキングアシスタントロボットの商用化を実現しています。今回の調達でより倉庫物流の自動化に注力をされていくとのことです。続いて3件目です。電子ビームの生成技術である半導体フォトカソード技術を有する名古屋大発ベンチャーであるフォトエレクトロンソウルが商工組合中央金庫から長期融資及び日本郵政キャピタル等から 6.2 億円の資金調達をされました。フォトエレクトロンソウルさんは2019年8月不動産特集にて平井代表にご登壇いただきました。このサービス、一言で言うと半導体検査を革新する電子ビーム技術を提供しています。多くの検査時間と開発資金を要する半導体検査のために独自の革新的な電子ビーム技術を活用した電子ビーム生成装置を半導体検査装置メーカーに提供しています。電子ビームの生成技術である半導体フォトカソード技術に大きな強みを持つ世界で唯一のベンチャーとして、今回の調達を受け半導体検査装置メーカーにおけるグローバルシェア 50% を目指し、さらなる研究開発製造を推進していくとのことです。続いて4件目です。電動マイクロモビリティループを展開するループが電動マイクロモビリティの社会普及に向けてネオスホールディングスと協業を開始されました。
また協業開始に先立ち、ENEOS ホールディングスはENEOS イノベーションパートナーズを通じてループへ資本参加されたとのことです。ループさんはですね、2019年8月、モビリティ特集で岡井代表にご登壇いただきました。このサービス、一言で言うと、一人乗りの電動マイクロモビリティサービスです。私も乗らせていただいたことがあるんですが、慣れるとすごく快適で便利な電動キックボードのような乗り物です。昨年開催されたENEOSホールディングス、当時の社名は JXTG ホールディングスなんですけども、このアクセラプログラムに採択されて以降、両社は協業の検討を進めてきました。電動マイクロモビリティに関して、2023年をめどにシェアリングと最適なエネルギー供給体制の構築を行っていくとのことです。二輪電動キックボードを皮切りに充電インフラの拡充を目指し、高齢者も乗れる四輪電動キックボードやシニアカーなどの普及も図るとのことです。今後両社での日本国内における電動マイクロモビリティ普及の課題である、規制対応等も期待されます。続いて5件目です。パーソナライズシャンプーメデュラを開発販売するスパーティーがディズニープリンセスデザインのディズニースペシャルヘアケアボックスを販売開始されました。特設ウェブページや、メデュラ直営店舗有楽町丸井1階や提携サロンにて購入が可能とのことです。スパーティーさんは2019年1月ビューティーコスメ特集で三山代表にご登壇いただきました。このサービスですね、一言で言うと日本初のパーソナライズヘアケアブランドです。わずか40秒ほど9つの質問に回答するだけでカルテが発行され、約3万通りから一本一本その人にカスタマイズされたレシピでシャンプーが作られます。今回のディズニースペシャルヘアケアボックスはシンデレラ、オーロラ姫、ベル、アリエル、ラプンツェルの5種類のディズニープリンセスデザインの特別パッケージで販売されているとのことです。タレントやキャラクターとのタイアップをスタートとして将来的には大量生産時代から誰もがブランドを作れる時代へ、化粧品消費財メーカーの在り方の変革を目指すとのことです。続いて6件目です。独自開発の低コスト細胞培養技術を有するインテグリカルチャーがシンガポールの細胞農業企業であるシオクミーツとエビスの細胞培養肉の研究開発を開始されました。エビの培養肉を安価で大規模に製造することを目指すとのことです。インテグリカルチャーさんはですね、2018年11月にアグリ特集で羽生代表にご登壇いただきました。このサービス、一言で言うと食料危機を救う培養肉ソリューションです。当社は世界で初めて作った培養フォアグラが有名なんですが、今回はお肉ではなく甲殻類の培養の取り組みです。細胞培養肉の原料である培養液に含まれる血清成分というのは特に価格面において実用化がネックとなっているそうなんですが、今回はインテグリカルチャーの細胞培養プラットフォーム技術であるカルネットシステムの技術をベースに、その血清成分を使わずにエビの細胞の大量培養を図るとのことです。そしてシオクミーツ社がこの技術で製造される培養エビ肉を2022年頃をめどに商品化を目指すとのことです。続いて7件目です。車中泊スペースとキャンピングカーのシェアリングサービスなどバンライフのプラットフォーム事業を展開するカーステイが金沢工業大学および石川県白山市と連携し、持続可能な地域観光モデルローカルバンライフプロジェクトを開始されました。カーステイさんは2019年4月観光特集にて宮下代表にご登壇いただきました。このサービス、一言で言うと新たな旅のスタイル、バンライフのためのシェアリングサービスです。このリリースは地域観光モデルの1段目としてローカルバンライフプロジェクト in 白山と題し、白山霊地域の空きスペースを車中泊スポットとしてカーステイに登録をし、文化体験提供とともにバンライフ拠点を整備し関係人口の増加を図るものです。同時に神奈川工業大学の学生による軽トラックの荷台に木製の家を乗せた動くホテル、モバイルハウスも作成し、今後地域観光プランを提供開始されていくとのことです。
続いて8件目です。スマホ充電レンタルチャージスポットを展開するインフォリッジが東急電鉄の乗務員向けにチャージスポットの法人向けモデルを導入したことを発表されました。インフォリッジさんはですね、2019年7月に、地方創生特集で、CSMO の梶さんにご登壇いただきました。このサービス、一言で言うと街中に設置されている充電器レンタルサービスです。2018年4月のローンチからわずか1年で日本全国47都道府県に広がり、今や郵便局、コンビニ、マクドナルドなど街中あらゆる箇所にバッテリースタンドが設置されていて、そこからモバイル型の充電器をどこでも借りて返せる便利なサービスとなっています。このようにこれまではコンシューマー向けに展開していたのですが、業務用途で利用できる法人向けモデルを展開しており、大々的な活用リリースは今回の東急電鉄さんが初とのことです。東急電鉄は以前から IT 化を進めており、乗務中の業務用途端末の活用機会が増え、バッテリー切れが問題になっていたそうです。で、今回その持ち運びが可能な便利なチャージスポットを業務用に採用されたとのことです。チャージスポットはバッテリースタンドへ差し込んで返却するような形になっているので、ログが残るため、管理台帳が不要な点が今回の採用の決め手になったとのことです。続いて9件目です。自立を目指すすべてのビジネスマンのキャリア支援と人材不足に悩む企業の採用を支援する始まりが、事業課題を気軽に相談できる完全会員制コミュニティトップガンのベータ版の提供を開始されました。はじまりさんはですね、旧社名の IT プロパートナーズという頃にですね、2018年11月 HR テック特集にて、柳沢 CTO にご登壇いただきました。このサービス、もともとはですね、当社 IT プロパートナーズという旧社名のサービス名で、IT 起業家フリーランスと成長企業のマッチングサービスを展開してきました。人材領域でのサービスラインナップが近年増えて、多角化を進める中で、ベンチャーでよくあるサービス名を後に社名に統一する、その逆パターンでですね、社名を別名称に変更されています。そして今回新たなサービスをリリースされました。そのサービス、今回トップガンというんですが、こちらは自身の抱える事業課題をプラットフォームに相談することで、誰でも簡単に完全会員制で選抜された有識者からアドバイスを受けたり、そのままその有識者に事業参画をしてもらうことができるそうです。 DX の推進や新規事業立案など、社内に知見もなく周りに相談する環境にないビジネスマンをサポートするサービスとして、初年度利用2000名を目標とされているとのことです。10件目です。ネットショップ作成サービスやショッピングアプリを展開するベースがシリコンバレー初の体験型店舗ベータに参画されました。そして新宿丸井本館にてベース加盟店20ブランドを出品されるとのことです。ベースさんはですね、2013年2月そして同じ年の12月拡大版アワードイベントのスペシャルエディションのファイナリストとして鶴岡代表にご登壇いただきました。このサービス、一言で言うと誰でも簡単に無料でネットショップが作れるサービスです。小売店を営んでいたお母さんのためにですね、鶴岡代表自身がコードを書いてスタートしたベースは、モーニングピッチには設立の翌年にご登壇いただきまして、その後 IPO をし、今や100万ショップものオーナーに活用されるサービスになっています。今回のリリースは世界で24店舗を展開するシリコンバレー初の体験ストアベータが2020年8月1日にアジア初の店舗として新宿丸井本館にオープンするベータ東京新宿丸井にて、ベース加盟店が20店舗出店するとのことです。ベータ店舗内にはカメラが設置されており、来店客の行動データ等を取得し、データを活用することで新たな機会を創出できるようなサポートをしていくとのことです。以上ニュース10でした。来週もこのお時間にお届けいたしますので、ぜひチャンネル登録いただけますと幸いです。